はい、縁切りおじさんだよ。さあ、あなたも神様のエネルギーを浴びて幸せになりましょう。ということで、今回は小図天王様のお力で矜持を払い去ります。さて、小図天王様のご利益はこちらのようになっていますが、説明欄、概要欄にも書いておきますね。それでエネルギーを送る前にお願いです。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、小図天王様のお力で矜持を払い去ります。Thank you.
終わりました。これで安心して暮らせますね。それではまたあなたとお会いしましょう。